ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。お願いします。休み挟んだらちょっと久しぶりになっちゃいましたね。そうですね、はい、ちょっとだいぶ空いちゃいましたけどね、はい、そして今回ご紹介するお車が AMG C63S、 こちらをご紹介させていただきます。やってきました C63S、はいはい、もうボンドといえばというか、もうかなり入庫する台数、ね、機会も多い、はい、はい、どんな車両を、今回クーペなんですけど、まあ前期型とかも、まあ、ちょっと外にありますけど、はい、あのエディション1ですとかそういったのもうちは多く置いてある店ですかね。そうですね、はい、で今回ご紹介するのはもう後期で、しかもオプションが結構そうですね、モリモリの、はいはい、そんな車両をご紹介させていただきます。はい、でまず外観からいくと、エクステリア、これはボディカラー、これ何色になるんですか。これダイヤモンドホワイトですかね。結構定番な、はい、定番な、はい、カラーになります。そして前回りからいくと、はい、後期ということで、はい、いろいろ新しくなってるわけです、ね、そうですね、はい、特にライトなんかは前期あれですよね、ちょっとギョロッとしたこのプロジェクターが2つのタイプが、はい、まあ、1つになって、で横にちょっとこの縦の、はい、でマルチ、そうですね、マルチビーム LED でしたっけ。そうです、はい、もうハイビームのまんま対向車とかよけてくれるやつ、ね、はい、そんなのもついてて、でしかもなんかここメモリみたいのもついてて、こう上げ下げというか、そうですね、上下したのが多分こう分かるようになるのか、はい、設定するためなのかちょっと分かりませんけども、メモリがついてますね。そんなちょっとデザインにもなってると、はい、そして一番のポイントといえば、はい、このパナメリカーナグリル、そうですね、はい、で本来は後期の63だけです、だけなんですよ、ね、はいはい、でちょっと下見ても話が出ましたけど、はい、結構カスタマイズとしても定番なんで、そうですね、最近もう前期に もうついてます、はい、63じゃない車にも結構つけちゃってるんで、はい、そうですね、あんまりこうパナメリカーナどうやって感じでなくなっちゃって薄れちゃってますけど、そうですね、本来は、はい、まあ、この後期だけでの63ですね、ついてる部品ということで、はいはい、そして、まあ、バンパーも63なんで、はい、まあ、専用の衣装のものになるということですか、ね、そうですね、で前期とちょっとデザイン変わってるんですか。若干、多分この辺の口のところが変わってる、なるほど、ダクトの辺のちょっと衣装が変わってると、はい、そうですね、でちょっとなんかこういろんな素材使われてるんですね。そうですね、素地のこのザラザラの部分だったりとか、あとツヤ感のあるものですね、ツヤのあるプラスチックだったり、はい、そしてこの辺はオプションですか。そうですね、あのカーボンパッケージがついてるお車になりますので、フロントサイドリアと、カーボンがついてまいります。なるほど、はい、そしてその間にはこのサテンシルバーのラインが1本入ってる、入ってますね、はい、ちょっとなんか全体的な衣装は変わらないんですけど、はい、やっぱりちょっとところどころ前期と変わってる、ちょっとスタイリッシュな、はい、そんな前回りになってますね、はい、そして横に回っていくとホイールがなんかかっこいい感じのホイールなんですけど、そうですね、はい、これも一応この S の、お車のホイールになってます。これ標準で S になると標準です、はい、そうなんですね、なんかちょっとオプションとかなんか限定車っぽい、はい、っぽい感じはしますけれども、普通のホイールでございます。ちょっと車外感も若干感じちゃうんですけど、若干出ますね、確かにですよね、はい、で外側がこうなんていうんですか、ブラッシュドというかブラッシュドというかサテンシルバーな感じで、そうですね、はい、でラインも入ってて、でこの AMG これ刻印なんですね。そうなんです、実はなんかこうペイントとか閉じ込めてあるのかなと思ったら、ちゃんと彫ってあって AMG が入ってるっていう、はい、でスポークのデザインとかこの削り込みなんかも結構今車外のホイールでもセンターキャップ、ね、はい、メルセデスの付けられたりとかってあるじゃないですか、はい、ありますね、はい、なんかそれを感じるぐらいちょっとこうなんか純正っぽくないというか、結構攻めたデザインだなっていう感じです。そしてタイヤはパイロットスーパースポーツ、はい、でインチ的にはこれ19だったと思いますね、19インチになるんですね、はい、なるほど、はい、僕的にはちょっとでもこのウェイトを黒に変えたいです。そうですね。ちょっとウェイトはこれ目立ちますよね。新車だとどうしてもシルバーしかないですね、はい。はい。ちょっとこの辺は要ご相談いただければ、ね、ボンド大宮でバランス取り直して黒いウェイトなんていうのも多分できると思いますので。そうですね、はい。そしてブレーキがすごいですこれ。はい。出ましたカーボンセラミック。そうですね。こちらもこれはさすがにオプションですよね。そうです。パフォーマンスパッケージがついてますので、まあ後からインテリアの方で紹介しますけど、あのエクステリアの方は、カーボンセラミックブレーキに変わってまいります。なるほど。でそうするとキャリパーもゴールドというセットになりますね。そんなのがついてると。でやっぱりこうカーボンセラミックだと泣かない、そうですね、汚れない、はいはい、いいとこづくめです。ですよ。なんでこういう黒いホイールって割とダスト目立たない。そうですね。はい、ですけど。まあ、それでもさらに汚れにくいっていう、そうですね、非常におすすめなブレーキもついてます。これ結構しますよね。します。100万オーバーする。100万オーバーはしなかったと思うんですけど、はい、80… でもそれぐらいしますよね、はい、80いくつとかそのぐらいだった気がします。まあそんな高額なオプションのブレーキもついてると、はい、で今回のお車は全部ノーマルってことですか。そうですね、あの特に何かこういじったっていうお車ではございません。なるほど、はい、じゃあローダウンもされてなく、されてないですね、はい、まあ、ご希望で
はい、もちろん近藤宮の方でローダウンも可能ということで、はいはい、そして6、3なんでフェンダーもやっぱりそうですね、ちょっと出っ張ってるというか大きめの、はい、ついてますね、ワイドボディになってると。で横にはこのエンブレムがついてたりとか、あとはサイドスカート、この辺もカーボンパッケージの、そうです、オプションでカーボンパッケージのものになってますね、がついてると、はい、そして、まあ、結構メッキパーツも残ってるんですね。そうなんですよね、はい、ドアノブだったりだとか窓枠だったりとか、ただ窓枠はちょっとこう曇った感じというか、ちょっとこっちのツヤのあるメッキとちょっと違う感じの、違いますね、はい、ドアモールなんかも、まあ、カスタマイズの提案としてはこの辺ちょっとブラックアウトしたりだとか、そうですね、はい、合わせていただくとよりこう静観になりますかね、なってくると。でドアミラーなんかはこれボディカラー同色じゃないんですね。じゃないです、黒にはそうなんですよね。で今回の車はサンルーフが、はい、ついてます。これ標準ではないですよね。これ標準ですね。あ、標準でついてくるんですか、はい、なるほど、はい、標準です。何もついてる、はい、そしてリアに行くとリアも同様、はい、28530インチの、はい、1920なんですね。そうなんです。そしてデザインはまあ共通ですけれども、そしてリアはさすがにカーボンセラミックではないですね、はい、ちゃんとドリルドスリットの、はい、ちゃんと前後キャリパーのカラーが合わせてます。ブレーキがついてる、はい、で結構なんかあれこんなツルツルでしたっけ、なんか意外と出てるんですよね。意外と出てますね。そうなんですよ、意外と出てるんです、まあ、フロント若干、まあ、ハンドル系関係でしょうけど、はいねはいはい、リアは意外となんかツラツラな感じで、そうですね、はい、ただもうちょっと多分いけますね。そうですね、もうちょっと攻めたいですね、はい、本能的には、はい、あのせっかくなので、はい、そうです、はい、いやもうこの、そしてこのフェンダーのラインが美しいです。もうそう綺麗ですね。そしてリアに回っていくとリアも結構迫力すごいですね。そうですね、やっぱりこの、まあ、ディフューザーがやっぱりカーボンになってるっていうのもあるのかもしれません。あ、なるほど、はい、ちゃんとこの縦のフィンもしっかり入ってますね。そしてもう1枚下についてる感じなんですかね、はい、ああで一応抜けてるんですねこれ。そうなんです。までなるほど、じゃあ機能的な部分も結構もう見た目だけじゃなくて、そうですね、じゃないと思います。これは着そうな感じですね。でマフラーカッターはしっかりもう定番というか AMG の刻印の入ったカッター、ね、もう63といえば4本出し、4本出しです、はい、このようなのがついてて、で 63S ってことで S のエンブレムも、はい、63の際の上のやつですよね。そうです、はい、エンジンの方のパワーも上がってます。あ、そうなんですね、パフォーマンスもちょっと、はい、そうです、S になるとまず、エンジンパワーが、通常の63ですと476馬力なのが510まで上がって、トルクも650ニュートンメーターが、700ニュートンメーターに変わってきますので走りも違ってまいります。あ、そうなんですね、はい、なるほど。そしてトランクスポイラーはもう車外化っていうぐらいちょっとこう、そうですね、反ってるというか上がってるというか、はい、そして結構大ぶりな感じですよね、はい、ただここはカーボンじゃないんですね。そうなんですそこはなぜか黒いちょっとここカーボンにしたいですね。そうですね、もしかしたらこうミラーですとかあのルーフレールというかそこの色に合わせてのメーカーの設定なのか、ここから上はカーボン使わないで、カーボン使わない、ここから下をカーボンに、カーボンにっていう風にしてるのかちょっとわからないんですが、ちょっとなんか統一感あるのかなっていう感じしますよね。なんでまあミラーとかこの辺とか、はい、ね、まあ、合わせてカーボンなんていうこともできます、できます、はい、まあ、お気軽にご相談ください、はいはい、外観こんな感じでしょうか。そうですね、はいはい、やっぱりすごいですね、なんかこう ワイド感とワイド感出ますよね、はい、そして C クラスって、180でしたっけ。180からあります、はい、から63までが、はい、まあ、基本ボディ一緒なわけじゃないですか。一緒です、はい、で馬力がもう倍どころか3倍近い、ね、3倍4倍ぐらい、はい、そうですね、同じこうボディでこなしてるっていうのがやっぱりすごいです、ね、はい、すごいですよね、はい、そしてこのちょっと乱暴な感じというか、はいはい、そうですね、ちょっと E クラスとかまで行くと、まあ、63って言ってもまあ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 っていう感じですけど、ちょっとこの C でこれをやるっていう、そうですね、はい、その辺がすごくいいんじゃないかなと思います、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。はい、いいでしょうか、どうぞ。内装もあれなんですかね、変更点的には、はい、そうですね、まずドアの方を見ていただきますと、まあ、ごめんなさい、特にドアは変わりないですねごめんなさい、いきなりぶっ込みましたね今、はい、はい、で、内装の方ステアリング関係がちょっと、はい、そうですね、これ後期になってからだいぶ操作性とかあとはまあデザインもそうなんですけれども、変わりましたので、まあ、ちょっと高級感も出たのかな。そうですよね、かなり新しさとなんかちょっと高級感がアップしてます、はい、ですね。そして結構その機能面が集約されてて、はい、モード切り替えのボタンなんかがこう、ね、ハンドル側にハンドル側についたので手元でもう全て操作ができるというところでは、なるほど、はい、
結構だから204の時のマイナーチェンジに比べると、はい、ちょっと変更点は少なめですけど、そうですね、はい、もう機能に絞ってこういいところは凝縮しているのかなという感じがします、ね、なるほど、はい、そしてじゃあドアに戻りましょうか、はいはい、ドア大きくデザインなんかは変わらないんですけども、っ、ね、やっぱりしっかりレザーとステッチと、はい、でここに縦のおしゃれなステッチも入りつつ、あとアルカンですかね、そこのこれなんて言いますか、ちょっとクリーム色っぽい感じのアルカンターラで、そしてこのアルミの、アルミなんですかね、ブラッシュを、そうですね、はい、ヘアラインの残った金属の、ね、そしてスピーカーはしっかりブルメスタンド、はい、こんなドアもある。あ、こっちはさすがにレザーじゃないですね。レザーじゃないですね、はい、このここまでがレザーっていう、はい、ちょっと高級感も抑えつつの、はい、そしてスカッフプレートはこのメッキと、これ光ってますよね、これ光ってますね、はい、なるほど、こんなのもついてると。そしてシートもかっこいいですね、これオプションでしたっけ、ね、これがそうです、先ほどのパフォーマンスパッケージの一つの、シートになってますね、パフォーマンスシートということです。僕前別の車で調べたんですけど、これ実はレカロ製なんですよね、はい、そうなんです、はいはい、なんで結構こうホールド感はかなりあると思います、はい、しっかりした感じの、そんなシートがついてると。でシートもおしゃれですね、これそうですね、なんかアルカンターラのラインが入ってて、そうですね、ラインが入ってまして、この辺もデザイン性もちゃんとしっかりしてますよね。で座面と背もたれ、この触れる部分はしっかりパンチングで、はい、パンチングでちょっとじゃあ乗ってみたいと思います、はい、実は僕、はい、C クラスは撮影とか改装で結構乗ってるんですよ。あ、そうですよね、なんで、うん、うわーっていうのはないんですけど、はい、もうなんでしょう、この安定感、そうですね、はい、もう使いやすいし、そうですね、はい、なんかもう、どうなってんですかっていうのないじゃないですか、ないですね、安心の、はい、そしてハンドルはやっぱり新しい、これいいっすね、いいですね、はい、ちょっとこう握る部分があるガンターラで、上下レザーで、これもちょっとクリーム色というかグレーというか、グレーっぽい色になってますよね、はい、センターマーキングも入ってて、はい、そしてこの辺やっぱり新しいですね、新しいです、操作性もかなり、はい、そしてモード切り替えでしたっけ、そうです、ね、そちらモード切り替えになりますね、しっかりついてて、はい、この辺も使いやすくなって、はいはい、でこの辺の操作系はほとんど変わらず、変わらないですね、はいはい、ワイパーだったりだとかパドルだったりだとか、はい、でこっちに行くと、はい、安全装備もしっかり受け継がれてる、はい、でこれボタンも新しくなってんじゃっけ、ボタン、スタートボタンも変わってますね、はい、なるほど、この辺もちょっとおしゃれな感じになってますね。そして戻っていくとメーターが後期になってフレキションになったということ で、はい、ちょっとオンにしてみてもいいでしょうか、はい、どうぞ。ちょっとじゃあ、これ出てくるのもちゃんと後期になってるんですね。そうなんです、オープニングもちゃんと変わってます、めちゃめちゃおしゃれです。そしてなんか視認性もすごくいいです。そしてセンターコンソールはデザイン的には大きく変わってないっていうことで、そうですね、はい、はい、ちょっと前期モデルというかの意思を受け継ぐ感じで、ただモニターは大きいですねこれ。そうですね、サイズが変わりましたのでだいぶ視認性が良くなったかと思います。12インチオーバーの、はいはい、今時なモニターに変更されてます。そしてしっかり IWC の時計もついてて、はい、AMG のロゴも入ってて、カーボンめちゃ高級感ありますね。そうですね、ちょっとツヤ感がかなりある。なるほど、でこの辺も変わらずしっかりドリンクホルダーもついてて、この辺はじゃあ本当に大きな変化はないんですね。そうですね、大きな変更点はないかと思います。でこの中も結構 C 容量あっていいですよね、このアームレスの中。そうですね、結構しっかり物が入りますんで、多少、はい、お荷物多くても大丈夫かと思います。で SD カード USB が2系統ついてると、はい、そしてダッシュボード高級感あっていいですねこれ、はい、ステッチもしっかり入ってます、はい、ステッチの入ったダッシュボードが、そしてこのドアにつながる感じがかっこいいです。これステッチがこう、ねはい、奥のステッチとこのドアのステッチが、はい、つながってこう下がっていくっていう。僕ごときが言っていいのか分からないですけど、はい、ちょっとエアコンの吹き出しはちょっとE みたいな、はい、こうグニュっていうあれにしてほしかったです。ジェット系な感じですね、はい、そんな感じになってます。そして上に行くとこのピラーとかはさすがにアルカンターラとかじゃないんですね。じゃないですね、はい、普通の黒のファブリックで、ただ結構落ち着いた感じで、そしてスポーティーな感じがします。そしてバイザーなんかはこんな感じです、はい、でサンルーフがなんか大きいです。大きいですね、すごい開放感があります。ちょっと開けてみてもいいでしょうか。はい、どうぞ。うわめちゃめちゃ開放感そうですね、はい、いやいいっすね、はい、あなるほど、こんな感じでもうバッチリです。そして
後ろの席はこんな感じで、まあ、そんなには広くないですけど、はい、ちょっと必要にして十分な感じではある気がします。そうですね。なるほど。あ、後ろもちゃんとこのあれなんですね、横もちゃんとある感使ってて、はいはい、その辺のデザイン性は統一されてますね。フロントと同様のちょっとデザイン性の高いシートになってると。ちょっと後ろも乗ってみていいでしょうか。はい、どうぞ。あ、ちゃんとこれ前に行くやつもちゃんとついてるんですね、はい、ついてます、ついてます。当たり前ですよね、はい、これないとちょっと多分大変だと思います。いくらすると思ってんだっていう。よいしょ。そして後ろはちょっと正直さすがにいっぱいいっぱいです、はい、そうですね、僕175座高マックスですけど、もう完全に天井に頭がついちゃいます。まあ、ちょっと大人の方が乗るにはちょっときついですかね。そうですね、緊急用っていう感じで男性だと厳しいのかなっていう感じですよね。なるほど。まあ、短時間ちょっと急遽使うとかっていうのであれば、まあまあなんとか使えるかな、ね、はい、本当に近場をこう、まあ、お買い物だったりとかだったら全然いいと思うんですけど。そうですよね。ちょっと長い長時間ドライブとかってなりますとやっぱり厳しいのかなというところではありますよね。ちょっとお子さんとかであれば全然、そうですね、お子様であれば全然大丈夫ですので、まあ、お子様が小さい方なんかは結構クーペ形が好きということで、あ、なるほど、はい、乗られてる方もいらっしゃいますし、はい、そしてリアもしっかりこのブルメスターのスコーカーとこれついたですかね。そうですね、ついてて、2つついてますよね。で、内側も全部レザー張りで高級感がすごいです。そして後ろは本当にエアコンだったりはもう最小限、コントローラーとかも何もついてない。シガもないんですかねこれ、ないですね、さすがに、ね、はい、なるほど。ちょっと小物入れがついてて、で真ん中がドリンクホルダーになってて、で一応アームレスト的な感じで真ん中だけ倒せると、はい、穴がついてると。よいしょ。ちょっときついですさすがに。ただ後ろからの視認性は割といいです。しっかりもう前も見れて、こんな感じでしょうか。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。トランクここにボタンが、はい、僕知らなかったですけどこれ閉められるんですね。あ、閉められます、はい、長押ししてもらうと逆に閉めることができるんです。はい、そして当然足で開けるやつも、はい、はい、バッチリですね、はいはい。そしてトランク結構容量ありますね。ありますね。奥が深いですよね。そうですね。そしてこの辺も相変わらずついてて、はいはい、ちょっとシルバーのちょっとおしゃれな、はい、と感じですけど、ね、ついてると。で下も結構容量が、あ、下はないんですね。そうなんです、はい、ただ収梱はついてるんですね、収穫コンテナは。あ、そうですね、はい、こちらは、はい、ついてしっかりついてる、はいはい、いや意外にこんなに奥深いんですね。そうなんですよね。なるほど。じゃあ結構いろいろ詰めそうです、ね、そうですね。そしてトランクスルーにも、はい、なります、なるんですよね、はい、なので使い勝手もそんなに悪くはないと思います。本当にその後部座席とそのドアが大きいっていう、はい、そうですね、それを除けば、はい、なんかもう全然セダンと変わらず使っていただけると思います。使っていただける感じじゃないでしょうか、はい、そしてこの辺もしっかり、はい、ついてて、こっちを押すとあれですよね、閉まってロックかかる、はい、ロックします。トナーもついてると。はい、はい、じゃあ続いてボンネットも見てみたいと思います。はい、はい、じゃあ開けます。ボンネットはボンネットっていうか、エンジンルームはそんなに変更なく、はい、ないですないです。ちょっと馬力がアップしてるんですか、はい、後期だからといって馬力は変わってない。あ、そうなんですね、はい、じゃあ各部がちょっとブラッシュアップされて、そうですね、ちょっと洗練された、はい、そうですね、はい、感じで後期になると、まあ、トランスミッションとかが7速から9速に変わったりとか、まあ、そういった変更はありますけれども、エンジン自体、まあ、もしかしたらそのコンピューターの味付けとか変わってるかもしれませんが、はい、何か大きく何か変更されたっていうのはなく、はい、で AMG スピードシフトでしたっけ、はい、がちょっと急速になって、なってます、はい、よりちょっとこうパワーを効率よく使えるようになって、使えるようになってますね、はい、そしてもう AMG こうエンジンルームも美しいですよね。そうですね、綺麗、うん、にまとまってますよね、インテークのこの形と、はいはい、このカバーと。そうですね、もう C クラスにこれがやっぱり乗るんですかっていうぐらい、そうですねギッチギッチですけど、入ってますね、はい、そんなエンジンルームになってると。じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします、はい、スモールです、はい、あ、このチューブがこれなんか前期と光る感じ似てます、似てますね、はい、こんな感じでここだけ光るのがスモール。これロービームですか。はい、ロービームは一応全部プロジェクターと横の LED 両方全部光ってる感じですかね。そしてハイビームにすると
あ、内側のこの LED が、はい、光る感じです。で、ウインカーはこのスモールだったところが色が変わって光るのと、あとミラーの端が光る感じです。ありがとうございます。じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。リアスモールはこの外側がちょうど光る感じでしょうか。ブレーキお願いします。ブレーキは上の段の外側とハイマウントがバック行きます。そしてバックはトランク側の下側ですね。そしてウインカーは下側の外側が立ってます。そしてバックフォグは運転席側トランク側が光ります。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、始動します。これコンフォートです。はい、次スポーツプラス出します。ありがとうございます。じゃあ試乗いきましょう。はい、そしてこのシートベルト、このどうぞって出してくれるのいいですよね。そうですね、クーペになるとやっぱりちょっと遠いので、はいはい、ちゃんとこうビヨーンと出してくれます、はい、そしてさっきちょっとカメラ前も言ってたんですけど、このドアロックピンが、はいはい、ちょっと寂しいなっていう、ね、はい、結構多いですよね、このプラスチック感が。なんでこの辺もちょっと結構変えるのが定番カスタムってことで、そうですね、はい、ちょっと変えたいなっていうポイントです。で、内装紹介じゃちょっと軽くなっちゃいましたけど、メーターやっぱりフル液晶めちゃめちゃ見やすいです。見やすいですね、はい、これナビの表示とかもできるんですか。そっち側ですね、そっち側で切り替えをしていただいて、あ、なるほ ど、ナビこっちの丸いところに表示できるんですね。はい、かなりいい感じです、はい、で、シートはやっぱり安定のそうですねレカロで、はいはい、じゃあちょっと行っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。ちょっとじゃあ、わあ、今は一応コンフォートモードになってますかね、はい、確かに。あ、モード切り替えもここで、はいはい、できると。で、マフラーとかこの辺は個別にこっちで。そうですね、はい、確かにこうハンドルに全部集約されてるんで、その辺の使い勝手すごく良くなりましたよね。そうですね、今までどうしてもこのコンソールというか、はい、センターコンソールのところについてたスイッチをいじっていただいてってことになってましたけれども、ね、手元でできちゃいます。そしてやっぱり C クラス、こうなんていうんですか、大きすぎず使いやすいサイズ。そうですね、サイズ感はちょうどいい、日本にはちょうどいいのかなっていうところですね。ですよね。で、この乱暴なエンジン、そうですね、はい、最高です。いや、いいな。ちょっと急速オートマのちょっと実力をちょっと、そうですね、まあ、そんなに試すとこないですけど。ないですねもうそれこそ本当に高速でもなければ急速入んないと思いますけど、ただやっぱり今結構多段化進んでるじゃないですか、はいはい、よりそう効率よく、そうですね、使うために、はい、確かこのエンジンもそうだったと思うんですけど、はい、60キロから160キロで、はい、アクセル離すとエンジン止まってるんじゃなかったっけかな、なんか多分いろいろな状況があると思うんですけど。ああ、なるほど、はい、最近そういうの多いっすよね。多いですよね、はい、V8 側の4気筒、4気筒、ん？V8 が4気筒になるんでしたっけ。そうですね、4気筒になったりとか、半分止まったりとか、半分休止したりとかっていうのが今多いですよね、はい、なるほど。やっぱちょっと燃費とか環境のことが考えられてるのかなと思うんですけど、はい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 、なるほど。うわー、もうめっちゃ乗りやすい。なんすかね、こんなにとてつもないパッケージなのに、はい、僕でも全然こうあーってならない。ならない、そうですね、はい、全然なんか500馬力とかも使えるドライビングスキルも全くないんですよ僕いや、なかなか皆さんないと思いますよ、はい、ないんですけど、全然それがなんとかなっちゃうかなってこう思わせる、思わせる車ですよね、はい。あ、全然コンフォートだと、はい、マフラーの音ドロドロ音も聞こえないし、そうですね、はい、乗り心地も全然もう普通に本当に乗れちゃいますね、はい。ちょっとじゃあ早速なんですけど、スポーツから、はい、いや、ハンドルいいな。ハンドルちょっとレーシーでいいですね。どう、そうですね、はい、アルカンターラと。うわ、
れなんかすげえスムーズになってません？そうですね。なんでだろう、めちゃめちゃスムーズに感じます。前期結構機会があって乗らせてもらったんですよ、はいはい、でまあ、それはローダウンしてあったりとか、まあ、いろいろありますね。そうそうそう、はい、ちょっといろいろ改造してる車だったんですけど、はい、ちょっとあんま比較対象にならないんですけど、すごくスムーズです。この先に学校があります。ナビが爆音です、めっちゃスムーズ。あ、でもスポーツぐらいでもあんまりこうまだ乱暴な感じは見えないですね。しないですね。ああ、なるほど。あ、バルブも個別にこれで開けたりとかできますね。できるんですね、うん、なるほど。ナビやっぱり12インチでっかいです ね、 そうですね。12インチオーバーですよね、はい、ああ、いい感じ。ちょっとじゃあちょっぴり早いですけどスポーツプラスにして、うん、現状とかありましたね、はい、わ、もう全然アイドリングの音違いますね。違いますね。わあこれぞ63っていう感じの音ですね。もういつものいつものやつですね。こう聞き慣れた、はいはい、聞き慣れた。いいな。いいっすね。これオンオフで使い分けられますね。そうですね。ちょっとじゃあこの先少しだけ道が開けるんで、はい、ちょっと法定速度内でお願いします、はい、63パワーを、はい、おお、いいです。いいです、はい、そうですね。これ最強ですね。そうですね。なんかもうコンフォートに乗ろうと思えばもう普通にコンフォートに乗れちゃうし、はい、非現実を味わおうと思えば、はい、はい、スポーツプラスにしてちょっと一踏みするだけで。そうですね、これめちゃめちゃ楽しいっすよ。いいな、やっぱり。あと確かレースモードもありましたね。あるんですか。はい、その次に確かスポーツプラスの次レースにしちゃうと多分ああなるほど、 ESP とかその辺も。そうですね、はい、オフになって。なるほど。と思います。まあ、そうっすよね。僕だってこれだけのスペック本領発揮しようと思えばもうさっきとっすもんね、はい、走れますからね。なるほど。いや、こんなにオンオフ使い分けられる車と思わなかったです。そして乗り心地も全然普通にコンフォートっす。そうですね、はい、コンフォートだと。あとは安全装備系は一通りついてますもんね。はい、ついてます、はい、もう最先端な、はいはい、装備になってますかね。最上位モデルですから、はい、じゃあこれこのクラスだとヘッドアップディスプレイとかも確かついてる、はい、はい、ついてます。もう至れり尽くせりじゃないですか。そうですね。いや、サイズ感が本当にちょうどいいです。そうですね、はい、僕的にはちょっともうちょっとこう大きい E クラスとか S クラスのちょっと乗らされてる感もいいんですけど、はい、いいですよね。そうですね、はい、ちょっとこのコンパクトなボディでこの乱暴な感じ、全然気兼ねなく乗れると思いますし、例えばご主人様と奥様が乗らなきゃいけないと。確かに。でもこれだったら女性の方普通に乗れますね。全然乗れると思うんですね。なんかもうピーキーな感じしないし、はい、そうなんですよね、はい、ちょっとその車幅とかもつかめやすいし、はいはい、普通の C クラスとしても使われますね。そうですね、はい、ただやっぱり至る所こうちょっと普通じゃない C クラスに乗ってる感がありますよね。ボンネットのこの、はい、ちょっとこう、はい、膨らみとかラインとかが、はい、このカーボンパーツとか、ね、はい、ハンドルとか特別感もやっぱりいい感じです。ちょっと残念ながら7速から9速になったそこの恩恵は僕にはわからないです。そうですね、はい、おそらく多分なかなかその辺は街乗りじゃ入んないですから、ね、今6速。あ、まあでもそっか、本来だったら7速だからこれの次でおしまいなのが。そうですね、パドルで上げてって、まあ、上げてっても上がらないんか、あんまり。そうですね、多分回転数とかスピードとかその辺も関係してると思いますので、はいはい、なるほど。これはちょっと欲しいっすよ。でブレーキもめっちゃ効くし。ブレーキ効きますね。効きますね、はい、カーボンセラミックなんか温まんないと効かないとかって結構言われるんですけど、そうですよね。街乗りレベルだったら全然十分ですよ。そうですね、はい、温まってすらいなくても、はい、あでもさすがにタイヤはちょっとこう19、はい、20履いてるなっていうのはちょっと感じましたよ。感じますよね、はい、ちょっと
ただやっぱその辺のこうノイズとちょっとやっぱ若干こうトンと来ますけど、そうですね、はい、ただなんかうまくシートとかでも吸収してる感じはありますよね。いやシートいいっすよ、めちゃめちゃホールド感高いっすもんこれ。サイドサポートの張り出しもめっちゃ大きいし、はい、だレカロベースなんで、はい、あの普通のメルセデスのシートから比べるとちょっとクッション固めっすよね。硬いですねやっぱり、はい、ちょっとこうレカロ特有のこの背中の下の方をこうグッと押されてる感じの、はい、感じありますよね。なんかあれなんですよね、この3点でなんか、はい、止め骨盤をなんかこう三角形に見立てて支えるのが一番、はい、一番いいんですか。なんか座ってる時に 1.6 倍だから 1.8 倍ぐらい、はい、立ってる時より座ってる時の方がなんか腰に負担かかるんですよ。でそれを最小限にするためになんかその腰を支えるっていう、はい、押さえてあげてっていうことで、はい、一応僕レカロの講習に行ってきたんで。あすごいですね、はい、まあ、すごいですねっていうか聞くだけなんですけどね、はいなんで結構レカロなんかはそういう姿勢も、ね、はいはい、考えられて作られてるっていう、これ本当最高じゃないですかこの車。正直ちょっと後期になったすごい進化は僕ごときじゃちょっと分からなかったですけど、いやメーターハンドル、ね、やっぱりライトの衣装のやっぱり新しさとかは、はい、断然後期ですね。そうですね、後期ですね、はい、やっぱりこう 見比べてしまうと、はい、そしてこの普通に乗れる感にびっくりしました、はい、みんなあの撮影で乗らせてもらった車はみんなローダウンしてあった車なんで、まあ大体そうですね、はい、まあ、それでも全然十分普通に乗れたんですけど、はい、ノーマルさらにこうよりコンフォートに乗れますね。そうですよね、いや最高の試乗でした。値段がそうです、ね、値段がもうちょっと可愛ければいいですけど ね、 そうですね、もうちょっとこう、はい、こなれた金額になってればいいんですけど、はい、C クラスでこの値段っていう値段ですからね、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はい、で毎回板尾さん聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればどんなことができるんでしょうか。そうですね、まずちょっとこういろんな色だったり素材が使われてますんで、その辺をこう統一するっていうところも一つの手なのかな。例えば、まあ、ブラックアウトっていうのがあると思うんですけれども、まあちょっとこう絞取りしてブラックアウトしてもらってもいいですし、まあ、そこまでしなくてもこういうシルバーのところをこうブラックにしていったりですとか、あとはまあグリルなんかも、メッキの部分をこう黒くしたりとかという方法もあるかと思います、はい、結構な台数カスタマイズさせていただいてるんで、はい、まあ、過去のブログなんかもそうです、ね、モンドグループ見ていただければ参考になる車なんかもあるんじゃないかなと思います、はい、でまあ、同じブラックでもちょっとこう色味というか変えてみたりするとまたこうメリハリついたりっていうのもブログとかあとは YouTube の方もそうですね、土パフォーマンスの方でやってると思いますので、はい、参考にしていただけると、はい、そしてあとは何といってもボンドといえば足元のカスタマイズが、はい、そうですね、まあ、ローダウンだったりとか、ね、タイホイールなんかもいろんなものが提案できると思いますので、はい、できますね、はい、お気軽にご相談ください、はいはい、というわけで今回はボンドカーズ大宮より AMG C63S こちらご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。